い、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。ハーツオバイアンを続きをプレイしていきましょう。前回ですね、ギリシャを征服することに成功したので、資源的にはだいぶ、余裕が出てきたというところになっています。で、石油がちょっと足りなかったんで、石油に関してはベネズエラから少し輸入をする予定にしています。で、その他で言うと国家方針が決まり次第というところにはなるんですが、アフリカの開拓と、あとはですね、そのアフリカを防衛するためのアフリカの第2の軍団を編成して、イギリスとの国境の警備に当たらせるというのを検討していきたいと思っています。で、ここで人的資源不足、これは初めてだな。どう対処すればいいんだろう。なんか鉄が足りないとかね、そういうのだともちろん貿易するなり資源の豊かなところを征服するなりっていうのがあると思うんですけど、いや参ったな、人が足りなくて師団の編成ができないって言われるとちょっと困りますね。時間が解決してくれればいいんだけど、ちょっと時間をじゃあ進めていきましょうか。確かに今すぐ手段をフィールドに配置することはできなそうだな。とはいえギリシャから撤退はちょっとさせられないですしね。困りましたね。部隊もこれ以上は割譲できないのでしょうがない。そしたらちょっとね、遺憾ではありますが、この5師団を持って当初予定していた師団数よりは少ないですが、この北アフリカのリビア砂漠一帯のイギリスとの国境警備に当たらせましょう。陸軍の近代化が完了したら、特殊部隊とかどうなんだろう、いるのかって話だけど、空母への注力を入れ、いや爆撃機だな、爆撃機に入れて、この後ジェットエンジン開発とかそっちの方向に舵を切っていきましょうか。あ、そうか、先にアフリカの開発をやっとくべきだったな。で、ドクトリンは1
回よしとしてだ。巡洋艦をそろそろグレードアップしていきましょうね。海軍兵力がまあ確かに乏しいといえば乏しい、弱いといえば弱い。ユーゴがね手に入ると、まあ、ギリシャまで陸続きで防衛が可能にはなりますけどね。今のまんまだとやっぱりカイロを使ってギリシャの防衛をしなきゃいけないってなると、イギリス海軍はかなり強力ですからね。このイギリス海軍に対抗する術が多分ない。そしたらこの後はフランスとの戦いに備えて、フランスとの国境周辺に重点的に飛行機を配備していきましょう。空軍のドクトリンはもうこれでもかっていうぐらいね、徹底的に鍛えていきましょう。こうやって見るとイギリスってめちゃくちゃいろんなところに植民地含め持ってますよね。これどうやって守ってんだろう。あとこのサルディーニアに関してもちょっと54機しか飛行機がないっていうのは問題だな。もっともっと飛行機の数は必要ですね。師団の編成も見直したいけどな。結局人の数が足りてないんで、師団の編成をちょっと見直していくにせよ、まずは生産ですね。生産をちょっと見直していきましょうか。
ここに野戦病院を追加して、あとはそうだな、砲兵を追加していきましょう。でここはもともと戦車を増やしていく場所の予定なので、戦車を増やしていきましょう。よし、これでいいでしょう。だいぶ装備品も、まあ行き渡ればの話ですけど、充実はしているはずだ。そう簡単には突破されないでしょう。Signore. Ordini. 爆撃機への注力も済んだので、そうなると海軍航空隊への注力が済めば空軍改革2がいけますね。でそのためには空母への注力がやっぱり必要なんで、空母への注力をやるためには我らが海が必要と。なるほど。結局今のターンでもアフリカの開発をしない選択にしちゃったな。ちょっと次のターンは間違いなくアフリカの開発をやらないと。次こそ。さあ、そろそろ本格的に対戦が始まってもおかしくないからな。物資不足か。そうなるとどうかな。輸送船団の警備に艦隊を出しますか。
これをイタリアの第15艦隊として主に先端警備の任に当てましょう。でサルディーニャには航空機を厚めに配置していきます。まあ、フランスとの戦争に備えるという意味ではかなり重要ですからね。次の標的をどこにするかだな。ユーゴにするかブルガリアにするか。トルコにするっていう選択肢もありますしね。ドイツがポーランドに侵攻したタイミングでフランスに侵攻していきたいので、ドイツよりも先にフランスの美味しいところをね、やっぱり狙っていきたいんですよね。このドクトリンどれにするかだな。戦場支援、航空優勢がプラス 20%、 要衝爆撃、戦術爆撃の爆撃力がプラス 10%、 これはちょっとないかな。で大規模支援統合、地上支援プラス20か。なんかこれが一番良さそうかなって気はするけどな。フランスとイギリスがついに同盟を結びましたね。ここは大規模支援統合にしましょう。これでフランスに戦争を仕掛けたらイギリスも漏れなくついてくるわけだな。ってなるとやっぱり海軍だよな。今の海軍の戦力だとちょっと太刀打ちできる気がしないんですよね、イギリス軍に。イギリス海軍かなり強力ですからね。で、その強力のイギリス海軍に対して海軍で挑むっていうのはちょっと無謀なので、やっぱり空軍の力を持って制するっていうのが一番良さそうなんだよな。スイスは硬いだろうし、ギリシャはこれ以上は無理。トルコとかどうなんだろうな。そんなに硬くないとは思うんですが、資源的にはどうなんだ。そんなに美味しいところじゃないですね。イスタンブールで鉄鋼が手に入るけど、他はクロンばっかだな。資源的に美味しいのはやっぱりフランスなんですよね。フランスは美味しい。
ユーゴもそんなに美味しくないし、あとはブルガリア、ルーマニア、この辺りかな。ルーマニアはね、石油が取れそうな感じですよね。ただ今は石油も輸入してるのでいらないしって考えると、やっぱりフランス戦に全力を傾ける方がいいのかな。でイギリスがどっから上陸してくるかわからないので、前回はまさにそれで全てがパーになったんで、国境の警備だな、国境じゃない港の警備。港の警備を徹底しましょう。本当に怖い。エジプトは取りたいよな。エジプト取ると航海が抑えられるのでだいぶ楽になりますよね。って考えるとどうなんだろう、フランスイギリス同時に戦うの厳しいけど、フランスに関してはある意味ほっといてもドイツが征服してくれるっていう目論みはあるといえばあるからな。となるとアフリカ一帯を抑えるっていうのも、まあ、手ではありますよね。イギリス、フランスを抑えると、この鉄鋼36って欲しいですよね。で国家方針が決まったんで、今回こそアフリカの開拓を進めていきましょう。そしたら北アフリカの方に戦力を集中させよう。きっとドイツがフランス本土は勝手に征服をしてくれちゃうので、そこに参戦するよりかはよっぽどアフリカを蹂躙する方が現実的な気がしますよね。さあこれでどうだ、しばらくは安定するんじゃないかな。
フランスと開戦したらとりあえずアルジェ方面へと進軍していきましょう。で、対イギリスに関してはまあこちらから積極的に進軍はせずに、まあ、防衛に徹するというところかな。っていう意味では北アフリカに部隊を集中的に出していきましょう。それが一番、まあ、理にかなってそうな気がしますね。これでいつ戦争になってもそこそこ戦えるだけの戦力は用意できたんじゃないかな。イギリスとまともに海軍戦力で戦ってもまあまず勝ち目ないですからね。Attento!フランス本土の方がまあ美味しいけど、フランス本土を取りつつアフリカを防衛するのは無理なので、アフリカの方を取るっていう戦略にします。それくらい潤沢な戦力があればね一番いいんですけどね。
pronto, signore. よし、これで23師団も配置したので、まあ正直言って北アフリカは十分防衛できるでしょう。でソマリア方面に関してはもともと手厚めに軍を派遣駐留してあるので、こちらに関してもまあ問題はないかなというところなので、もういつでも戦争が始まってくれてもいいかなっていう状態ですね。で鉄不足だな、鉄がないので鉄を輸入していきましょう。どっから輸入するかというと、まあソビエトが無難かな。はい、というところで時間が良くなってきましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。